野球の醍醐味といえば、なんといってもホームラン。美しい放物線を描いてスタンドに到達するホームランもあれば、見ていてスカッとするような弾丸ライナーもあります。そして今回は、それが入っちゃうのと思わず驚いてしまうようなホームランを紹介します。まずはこちら、2021年9月15日に東京ドームで行われた巨人対 DeNA の一戦です。 DeNA が3対0とリードして迎えた4回裏、巨人の攻撃はセンター前ヒットの松原聖弥を一塁に置いて、バッターボックスには坂本勇人。悪い流れを変えるため、頼れるキャプテンの一振りに期待したい場面です。しかしながら当時の坂本には全幅の信頼を置くわけにもいかない事情もありました。というのも、9月も半分が過ぎようという中、坂本はホームランはおろか打点すら上げていませんでした。しかもスタンスを狭めて楽に構えるフォームに変えたばかりで、試行錯誤の打席が続いていたのです。そんな状況で迎えたこの場面、 DeNA 先発大貫晋一が投じたスライダーは甘く入り、坂本はそれを逃さず豪快にフルスイングしました。好調時の坂本なら左中間スタンドの中段へズドンという打球が思い浮かぶかもしれません。しかし打球はセンター方向へ高々と上がってしまい、坂本も打った瞬間首をかしげます。悔しそうな表情を浮かべ、全力疾走することもなく一塁へと向かいますが、その間に打球は落ちることなく伸びて、なんとバックスクリーンに着弾。坂本にとっては9月に入って初めてのホームラン、そして9月初打点となる14号ツーランでした。打ち損じをホームランにできたことで手応えをつかんだのか、続く6回には外角低めのスライダーを流し打ち、ライトスタンドまで運ぶホームラン。坂本は試合後のヒーローインタビューで、ちょっと上がりすぎたんで入らないかなと思ったんですけど、打ち方が良かったんでいい角度で飛んでくれましたと手応えを語っていました。ところで、東京ドームは12球団の本拠地の中でもホームランが出やすい球場となっています。その理由として挙げられるのが、レフトからセンター、センターからライトがいずれも直線的に結ばれていることです。ラッキーゾーンが設置されていたかつての甲子園球場のように、右中間と左中間の膨らみが小さくなっているのが特徴です。そしてドーム球場の場合、低湿度から来るボールの飛びやすさも加わります。そんなこともあって、東京ドームの左中間や右中間の最前列に飛び込むホームランはドームランと揶揄されることもあります。しかし坂本が放り込んだのは、そんなこととは全く無縁のバックスクリーンです。坂本のスイングの鋭さ、そしてボールに対するコンタクトの素晴らしさを証明した見事な一発だったと言えるでしょう。2023年6月28日の楽天戦で通算250本塁打を達成したソフトバンクの柳田悠岐。その中には驚愕、規格外といった表現がぴったりの特大ホームランも数多く含まれています。そんな柳田が2015年9月8日北海道旭川で行われた日本ハム戦で放った一発は、特大の飛距離を叩き出したわけではありません。しかし規格外にも程があるというようなホームランで、ギータの魅力が凝縮された一振りだったと言っても良いでしょう。3番 DH で出場していた柳田は6回、日本ハムのサウスポー須永英樹と対戦します。そして須永が投じた3球目のストレートを強振します。ところが柳田はかなり差し込まれており、明らかな打ち損じのようにも見えました。すると打球はレフト方向へと飛び出します。いわゆるあさっての方向へ飛んでいったボールでしたが、レフトポールを巻いていくようにして、あっという間にスタンドへと届いたのです。打たれた須永がどうしてそんなことになるのかといった表情を浮かべていたのが印象的でした。それもそのはず、柳田の振り遅れっぷりは相当なもので、普通のバッターならバックネットへのファウルにしかならないようにも見えます。高校野球ではよく見られる光景ですが、投球への反応が遅れたバッターが慌てて手だけを出した結果、腰の入っていない空振りをする場面があります。今回の柳田はそれに近いようなスイングでした。しかしそこからでもボールをしっかり捉え、レフトスタンドまで運んでしまうだけのパワーも兼ね備えています。ちなみに柳田はストレート待ちではなく、全球種に対応できるようにタイミングを測っていたそうです。そしてあれだけ差し込まれていたのに、ちょっと詰まったんですが振り切ったので飛んでくれましたねと振り返っています。まさに超人的な能力が全開となって生まれたホームランだったと言えるでしょう。柳田にとってこの一発はシーズン30本目のホームランでした。トリプルスリー達成へ向けて第一関門をクリアするホームランとなったのでした。続いて登場するのは元広島のケビン・クロンです。あまり聞き覚えがない名前かもしれません。それもそのはず、クロンが一軍のフィールドに立っていたのはわずか2ヶ月余りだったのです。クロンは2014年の MLB ドラフト14巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名されてプロ入りしました。
全体では420位だったクロンはマイナーでの長い下積みを経て2019年にはメジャー初昇格を果たします。ダイヤモンドバックスでは39試合に出場して6本のホームランを放ちますが、この年のクロンはマイナーでの成績が秀逸でした。 3A で打率3割3分1厘38本塁打105打点の成績を残したこともあって、長距離砲としての期待を込めた広島と2020年オフに契約しました。そして迎えた2021年シーズン、クロンは開幕スタメンの座をつかんだのです。ところが開幕後間もなく打撃不振に陥り、4月25日の巨人戦には7番ファーストで出場していました。巨人の先発はサウスポーの今村信孝。4回ワンアウトからの第2打席、クロンは2球目の緩いカーブを強振します。コースは甘かったものの、明らかにタイミングを外されており、打った本人も顔をしかめて首をひねる仕草を見せたほどです。ところが高々と舞い上がった打球は左中間スタンドの最前列に飛び込みました。そうです、これがドームランです。外野手はフェンスに張り付いたまま打球を見送り、打たれた今村もなぜあれがホームランなのかといった表情を浮かべています。何はともあれ、クロンにとっては25日ぶりの一発となり、ベンチ前では笑顔でナインからの祝福を受けていました。ところでバッティングをするクロン、誰かに似ていないでしょうか。カープファンならお分かりでしょう。2012年から7シーズン在籍したブラッド・エルドレッドです。通訳が必要ないほど日本語を覚え、巨体を揺らしながらママチャリで移動するなど、広島の街にも溶け込んでいたエルドレッド。セリーグ3連覇を達成した広島の黄金期に在籍していたこともあって、ファンからの人気は絶大でした。そのエルドレッドとクロンは同じ身長、196センチ。ゆったりとしたフォームから豪快に振り抜くクロンの姿に多くのファンはエルドレッドの再来と期待せずにはいられませんでした。しかしドームランをきっかけにクロンのバッティングが浮上していくことはなかったのです。6月14日に2軍落ちした後は1軍への再昇格も果たせないまま、シーズン後には退団しました。退団後のクロンは日本で活躍できなかった理由について、何人ものコーチにバッティングを直せと命じられ、自分を見失ってしまったと語っています。また相談相手ができずに孤独な生活を送っていたことも告白していました。当時の野村健次郎監督と良好な関係を築いていたエルドレッドとは対照的ですね。最後はこの人、西武などで活躍したアレックス・カブレラです。カブレラは2年連続50本以上、そして2002年にはパリーグ記録となるシーズン55号を放っています。西武、オリックス、ソフトバンクの3球団で合計12シーズンにわたってプレーし、打ったホームランはなんと357本。上体を大きく反らし、バットを丸太のように担ぎ上げるフォームからファンの度肝を抜くホームランを数多く放ってきたカブレラですが、最もインパクトがある一発に数えられることも多いのがこちらのホームランです。その一発が飛び出したのは2003年5月28日の西武対日本ハム戦。試合は1対1の同点のまま終盤を迎えていました。8回裏、西武はヒットと2つのフォアボールでワンアウト満塁のチャンスを迎えました。ここで打席に入ったのは主砲のカブレラ。同点、そして満塁ですから、日本ハムにとってはカブレラと勝負せざるを得ない状況です。しかしマウンドの立石直行は臆することなく切れ味鋭いスライダーを投じます。するとカブレラはスライダーの軌道を追いかけ、腰が抜けたような姿勢になってしまいました。ところがここから信じられない光景が繰り広げられるのです。カブレラは厳しい体勢から苦し紛れにバットを出します。多くのファンが野球未経験の女の子みたいな振りと例えるほどで、プロ野球選手、しかも超一流スラッガーのスイングとは到底思えないものでした。ボールに当てるのが精一杯かと思われましたが、カブレラはうまくボールを捉えます。すると打球はライト方向へぐんぐんと伸び、西武ドームのライトスタンド中段に突き刺さる満塁ホームランとなったのです。この一発はその後、カブレラのあれというだけで通じてしまうほど強烈なインパクトを残しました。ファミスタで落合のバットに当たっただけでホームランになるやつなど、一定の世代なら思わずにやりとしてしまうような例えも飛び出すなど、20年経った今でも語り草となっているホームランでした。いかがでしたでしょうか。鮮やかなホームランは見ていて気持ちいいですが、打ち損じならではの変わった弾道を楽しむのもなかなか興味深いものです。また球場によって独特なホームランがあるのも面白いですね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。